スコッツバレーはカリフォルニア州サンタクルーズ郡の都市である。サンタクルーズの北の盆地にあり、サンタクルーズとサンノゼを結ぶ、修道17号線が市内を縦断している。西洋人の到来以前は、オロうニ族が住んでいた。知られる限り西洋人で初めて、スコッツバレーに住んだのは、カムチャツカ生まれのロシア系スペイン人、ホセアントニオ・ボルコフで、1833年に、 現在のスコッツバレーに相当するランチョさん、アグスティンの所有を認められた。1839年にテネシー州生まれのアメリカ系スペイン人でボルコフと隕石関係にあったジョゼフ・ラット・メジャーズがわずか400ドルでボルコフからランチョを譲られた。ランチョの3代目の所有者がハイラム・ダニエル・スコットである。スコットは今のメイン州生まれの船乗りでサンタクルーズに住んでいたが、 カリフォルニアゴールドラッシュの時に金を掘り当て、またストックトンへ行って、サンワー・キン川の渡し船の事業とホテルの経営によって大金持ちになった。1852年にサンタクルーズに戻ってメジャーズのランチを2万5000ドルで購入した。スコッツバレーという地名はスコットにちなむ。スコットが住んだ家は現在も保存されている。スコットは1856年に父に、 土地の所有権を移し、その後本人は今のアリゾナ州に引っ越した。19世紀後半にスコッツバレーはサンタクルーズ山地を越える駅馬車の駅のある土地として知られた。修道17号線は1940年に完成した。1947年に風変わりな形に曲げられた木を見せるツリーサーカスというアトラクションが作られた。その後、恐竜の像をあしらった。 ロストワールドに変化したが、1965年に所有者が死亡し、その後しばらくして閉園した。木は1983年にギルロイに移され、今も見ることができる。1957年には市の北部にサンタ村という遊園地が開園した。サンタクロースが夏を過ごす場所という触れ込みのテーマパークだったが、1977年に倒産した。 現在は街路名の実が残っている。アルフレッド・ヒッチコックは1940年から1972年までスコッツバレーの北に別荘を所有していた。盆地の高いところにあるため、海に近くて霧に包まれがちなサンタクルーズに比べると日中の気温が高めである。スコッツバレーの家の数は1930年代には1ダースに満たなかった。1970年代には 人口が5000人を超えた。2010年の人口統計では11,580人である。サンタクルーズとサンノゼ方面を結ぶ、修道17号線が市を縦断している。また、西隣のフェルトンで修道9号線に接続する。ダウンタウンのそばにバスの乗り換えセンターがあり、サンタクルーズとサンノゼを結ぶ、ハイウェイ17バスが止まるほか、 サンタクルーズやフェルトン方面を結ぶメトロバスが走っている。サンノゼへは車で30分程度の距離であり、通勤圏内にある。ヤフーやアップルなどのシリコンバレーの会社が社員のためにシャトレバスを運行しているが、乗り換えセンターを無断で使っていることが問題視されている。かつては小さな空港があり、1 9 8一年にアップルのスティーブ・ウォズニアックがここで、 軽飛行機の墜落事故を起こした。1983年に平とし、現在は公園になっている。過去において、スコッツバレーに本社のあった著名な会社には以下がある。ベサニー大学は4年生の私立大学で、元1911年にサンフランシスコでペンテコステ派の教育施設として創立したが、1950年にスコッツバレーに移転した。 2011年に並行した。ありがとうございます。